ヒロの F1 です。今日も F1 のホットな話題を取り上げていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。イライラしていたストロールを擁護する理由、アストンマーティン代表のマイク・クラックの話題です。アストンマーティンの代表であるマイク・クラックがチームのランス・ストロールを擁護した。自身の父親が経営する F1 チームでの将来が噂される中、24歳のストロールはカタールグランプリ後に FIA と対立することになった。今週ストロールが FIA コンプライアンスオフィサーと話し合ったのは、予選後にトレーナーのヘンリー・ハウに暴力を振るったこと、そしておそらくレース後に F1 スチュワードを中傷する発言をしたことに関連していると考えられている。クラックはストロールはただイライラしていただけだという。サッカー選手が交代するとき、コーチとハイタッチするのではなくジャージや水筒を投げつけるんだと、クラックはアウトモートアウントスポルトに語った。クラックはジャーナリストやファンが感情をあらわにしたストロールを非難するのは不当だという。我々はアスリートに感情を求めるけれど、彼らが感情をあらわにすると私たちはすぐに判断してしまう。ソファーや冷房の効いた部屋に座っている10人が君はそんな振る舞いはダメだというのは行き過ぎだ。私たちはもっと敬意を示さなければならない。もちろんドライバーにはそのことを話すべきだが、冷静に考える必要もある。あのようなことはその場の勢いで起こるものなんだ。一晩寝たらまたそれを見て話し合って、また世界が違って見えるんだ。クラックが否定しないのは、ストロールが今季チームメートのフェルナンド・アロンソと共に苦戦していることだ。シーズン序盤はフェルナンドにかなり接近していた。我々はそれを理解しなければならない。シーズン中の車の開発方法と関係があるかもしれない。我々はすでにいくつかの疑いを持っており、今は本当のところを突き止める必要がある。イライラしていたストロールを擁護する理由、アストンマーティン代表のマイク・クラックの話題でした。チャンネル登録と高評価お願いします。チャンネル登録で最新の F1 ニュースを見逃さずにチェックできるよ。最後までご視聴ありがとうございました。次回のヒロの F1 をお楽しみに。